はい、皆さんこんにちは。テールウォーカーの河野武史です。今回はですね、ここ鹿児島は錦江湾の沖堤防に来ています。この沖堤防で、ショアジギングですね、朝まずめは、ブリとかマダイとかを狙って、ジグでショアジギングして、その後はですね、ドッグフィッシュをやりたいと思います。はい、今日は一日楽しみたいと思います。よろしくお願いします。なんか来た。なんだろう。なんか来たぞ。うわ、ハンマーヘッドシャークだ。タモで。キャッチバー回で。サメが釣れましたね。はい、これからハタを狙おうと思うんですけど、今回今使ってるタックルはこれ EGEの 83M っていうロッドで、バーサタイルに何でもこなせるロッドです。で、オモハタって結構中層の方に浮いてるんで、そこまでつけて、大体ですね、そこから10回から15回ぐらい巻いて、こうただ巻きで誘っていきます。そうすると、巻いてる途中にですね、ゴンって竿が絞り込まれるようなですね、当たりがあるんで、巻いては落としての繰り返しで攻めていきます。落ちました。これは旗っぽいと思います。旗だ。ちっちゃいですけど、旗ですね。大物旗、本命が釣れました。上で来ましたね。上で巻くのを止めた瞬間に食いましたね。でかいでかい、いいサイズです。おー、これいいサイズ、いいサイズ。タイじゃない、タイか、タイだ。マダイが食いましたね。タイが食ったか。よし、いいのが食った。結構上の方で食ったから大物旗だと思ったんですけどね、タイが来ました。巻き上げで、そこから巻き上げ15回ぐらいで、旗かなと思ったんですけどね、いいサイズの旗かなと思ったんですけど、マダイが食いました。もう触れた、体だ。倒れた。うん、来た。はい、今日はですね、朝からお昼までショアジギングを楽しんできました。で、朝使ってたタックルはですね、こちらの SSD ショアジギングの 96H、こちら 60g 前後のジグを使って、朝一のナブラ打ちですとか、その下にいるブリとかを狙う形で、これを使ってました。で、日が昇ったらですね、ベイトも沈んでですね、大型魚も少なくなるので、こちらの EGEIN83M、 こちらを使って、30g 前後のジグで、ボトムからのただ巻きで、ハタですとかタイですとか、そういったのも狙っていました。で、このですね、沖堤防2本、大物用タックルと、ライトタックルの2本あると、朝ですとか朝の大物ですとか、昼間のロックフィッシュですとか、いろんなターゲットが狙えますので、もし釣り来られる時はもうこういう強いタックルとライトなタックルを2本持ってくると、1日楽しめると思います。